本スライドでは、建設リサイクル法に基づき、実施すべき事項について説明します。本日はご覧の内容をお話しします。建設リサイクル法とは、正式名称を、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律といい、建設工事において、資源の有効な利用の確保、及び廃棄物の適正処理を図るため、 平成14年5月30日から施行された法律です。建設リサイクル法の主な内容は、1、建築物等に係る分別解体等、及び再資源化等の義務付け。2、届け出、契約等の手続きの義務付け。3、解体工事業者の登録、となります。次からは、リサイクル法の主な内容について、順に説明します。 一つ目は、建築物等にかかる分別解体等、及び再資源化等の義務付けについてです。建設リサイクル法では、特定建設資材を用いた建築物等にかかる解体工事、または特定建設資材を使用する新築工事等で、一定規模以上の建設工事については、現場で分別解体することが義務付けられています。さらに、 分別解体することによって生じた特定建設資材の廃棄物について再資源化等が義務付けられています。特定建設資材とは左下の表にあるコンクリート、コンクリート及び鉄からなる建設資材、木材、アスファルトコンクリートの4種類からなります。建設リサイクル法の対象となる工事は特定建設資材を用いた建築物を解体する場合や 特定建設資材を使用すす。る新築工工事事等で、右下の表のの表基準以上の工事が対象となります建築物の解体工事は延べ床面積が80平米以上で対象となるため平均的な住宅の解体工事であれば建設リサイクル法の対象となります建築物の新築増築工事であれば延べ床面積が500平米以上 建築物のリフォームなどの工事であれば受け負い金額が1億円以上、建築物以外の土木工事などであれば受け負い金額が500万円以上で対象となります。受け負い金額は消費税込みの金額となります。二つ目は、届けで、契約等の手続きの義務付けについてです。建設リサイクル法では、適切な分別解体及び再資源化の実施を確保するため、 スライドに示すように、元請業者から発注者への事前説明や事後報告、発注者による工事の事前届で、知事等による助言、勧告、命令等による手続きが建設リサイクル法に位置づけられています。このように建設リサイクル法の対象工事の元請業者は、契約前の事前説明から、完成後の書面による報告までの手続きを行う必要があります。 この手続きの流れについては、後ほど説明します。三つ目は、解体工事業者の登録制度です。建設リサイクル法では、不良、不適格解体業者を排除するために、解体工事業の都道府県知事の登録が義務付けられています。一般的に、500万円未満の軽微な建設工事を行う場合は、建設業の許可は必要ありませんが、 解体工事を行う場合は、建設リサイクル法の解体工事業の登録、または建設業法における、土木工事業、または建築工事業、または解体工事業の許可が必要となります。建設業の許可業者の場合は、三重県で許可を取得すれば、他の都道府県の現場でも解体工事を行えます。しかし、解体工事業の登録業者の場合は、 三重県で登録を行っていても、他県の現場で解体工事を行うことはできません。他県の現場で解体工事を行う場合は、他県でも解体工事業の登録を行う必要があります。また、登録に当たっては、解体工事の施工の技術上の管理を司る技術管理者を選任しなければなりません。登録を受けないで、解体工事を行った場合は、1年以下の懲役、 または50万円以下の罰金の規定がありますので、十分注意してください。ここからは、建設リサイクル法の、標準的な手続きの流れについて、説明します。左図が、建設リサイクル法対象工事の標準的なフローとなります。このフローに沿って順に説明していきます。まず、事前調査、現場分別等の計画の作成です。 発注者から依頼を受けた元受け業者は、建設リサイクル法の対象建設工事の契約前には、対象建築物等についての調査を実施し、分別解体等の計画等を作成しなければなりません。分別解体等や再資源化を確実に実施するためには、事前調査が重要となります。事前調査では、建物の周辺の状況や、廃棄物などの搬出経路、 付着物の調査を行います。事前調査に基づき、分別解体等の計画等を作成することとなりますが、工事の種類によって、作成内容が違います。作成内容については、工事の種類に応じた、法定様式を参照してください。法定様式は、建築物に係る解体工事の別表1、建築物に係る新築工事等の別表2、 建築物以外の土木工事等に係る解体工事、または新築工事の別表さんが、三重県のホームページからダウンロードできます。漫画でよくわかる解体工事の元受け編に、分別解体等の計画等の記入例がありますので、参考にしてください。この分別解体等の計画等の内容が後ほど説明する、事前届での内容となりますので、十分留意して作成してください。 続いては、発注者への説明についてです。建設リサイクル法の対象建設工事の契約前には、元請業者は届出にかかる事項について、発注者へ書面で説明しなければなりません。建設リサイクル法では、対象建設工事の事前届では、発注者に義務付けられていますが、実際に分別解体等を実施するのは、工事の元請業者です。 分別解体等が適正に実施されるためには、発注者の届出の内容と、発注者、元請業者間の請負い契約の内容が一致していることが必要となります。このため、元請業者は、作成した分別解体等の計画等に基づき、届出事項について書面で説明しなければなりません。次に、工事請負い契約についてです。建設工事の契約は、 必ず書面を持って締結する必要がありますが、建設業法で定められている15項目に加え、建設リサイクル法の対象建設工事の請負い契約の際は、分別解体等の方法、解体工事に要する費用、再資源化等をするための施設の名称及び所在地、再資源化等に要する費用、以上4項目について契約書に記載しなければなりません。不法投棄等の不適正処理を防ぐため、 分別解体の方法が明確にされ、それに要する費用が適正に支払われることが重要であることから、契約書面に記載することとしています。続いて、事前届出についてです。建設リサイクル法の対象工事は、工事着手の7日前までに、都道府県知事等に届け出をしなければなりません。基本的に届け出を提出する義務は、発注者にありますが、 委任状を受け、元受け業者が届け出ることもできます。届け出の窓口は、スライドの左下の表になります。工事の施工場所や建設工事の内容によって、届け出の窓口が変わりますので、ご注意ください。また、届け出に必要な書類は、スライドの右下の表に示しています。届出書や事前調査の際に、 作成した分別解体等の計画等である別表の1から3、工事の位置が分かる案内図や工程表、新築工事の場合は配置図や、立面図などの設計図、解体工事の場合は写真などが必要となります。続いて、下請け契約がある場合についての手続きになります。建設リサイクル法の対象工事の下請け契約を結ぶにあたっては、発注者が届け出た事項について、 下請け業者へ告知しなければなりません。これは、発注者が届け出た分別解体等の方法が分からなければ、下請け業者が適正な施工ができなくなってしまうからです。また、発注者との契約時と同様に下請けをい契約においても、契約書面に分別解体等の方法等について記載する必要があります。ただし、契約か記載事項のうち、 3の再資源化等をするための施設の名称及び所在地については、該当なし、4の再資源化等に要する費用については、例円と記載することになります。これは、一般に再資源化等の委託は、廃棄物処理委託に該当し、排出事業者である元受け業者が廃棄物処理業者に処理委託することが、廃棄物処理法で求められており、通常の下請負契約においては、 再資源化等に関する事項が含まれないためです。続いて、工事着手前の措置です。分別解体前の措置として、分別解体等の計画等に従い、作業場所の確保や、搬出入経路の確保、残存物品の搬出の確認、労働安全衛生法や大気汚染防止法に基づく付着物の除去を行わなければなりません。除去方法等については、 該当法令を遵守していただくようお願いします。また、元受け業者は、事前に残存物品が搬出されていることを確認してください。続いて、施工についてです。施工時の体制として、必要な技術者を設置し、技術的な管理を行わせる必要があります。また、施工時には標識を公衆の見えやすい場所に掲示しなければなりません。 次に、分別解体の施工方法についてです。建設リサイクル法では、特定建設資材廃棄物の再資源化を促進するため、施工方法の基準に従い、分別解体することが必要です。建築物の解体工事では、施工の技術上の困難な場合を除き、1、建築設備、内装材その他の建築物の部分の取り外し、2、屋根吹き材の取り外し、 3. 外装材並びに、構造、体力上、主要な部分の取り壊し、4. 基礎及び基礎食いの取り壊し、の順に施工することが、施工規則に規定されています。また、1つ目の建築設備、内装材その他の建築物の部分の取り外し、2つ目の屋根吹き材の取り外しについては、施工の技術上の困難な場合を除き、手作業によることが原則となっています。 先ほど説明しました、技術者と標識について、補足の説明をします。建設業許可業者においては、主任技術者または管理技術者を設置する必要があります。また、建設リサイクル法の解体工事業者においては、技術管理者を選任する必要があります。標識については、標識を公衆の見えやすい場所に設置する必要があります。 建設リサイクル法の規定に基づく標識を設置していない場合、10万円以下の過料の罰則規定がありますのでご注意ください。続いては、副産物の再資源化等、適正処理についてです。対象建設工事から、排出されるコンクリートなど特定建設資材の廃棄物については、再資源化しなければなりません。なお、 木材についても再資源化をしなければなりませんが、工事現場から 50km の範囲内に再生資源化施設がない場合等は、焼却等によりその溶石を減らす、縮減を行っても良いこととなっています。しかし、縮減を選択する場合であっても、熱回収を行っている業者をできるだけ選んでください。最後に、実施記録の作成、報告、保管についてです。 対象建設工事については、元請業者は特定建設資材廃棄物の再資源化が完了したことを発注者に書面で報告し、その写しを保存しなければなりません。また、記録を作成しなかった場合などは10万円以下の過料がありますのでご注意ください。続いて、よくある建設リサイクル法についての質問について、ご紹介します。一つ目は、 複数の工種にまたがる工事の場合の建設リサイクル法の対象建設工事の判断についてです。建設リサイクル法の対象建設工事かどうかは工種単位で判断します。そのため建築物の解体工事と新築工事が一つの契約である場合、解体工事が80平方メートルかどうか、新築工事が500平方メートルであるかどうかを確認し、その規模を超えている場合は、 対象建設工事となります。ただし、建築物の修繕、模様替え等工事については、建築物の新築工事、または建築物の解体工事と同一契約により行う工事については、建築物の修繕、模様替えら工事にかかる部分も含めて、工事全体を建築物の新築工事、または解体工事として扱うこととなります。2つ目は、 わずかしか特定建設資材廃棄物が発生しないような工事も対象となるかどうかです。特定建設資材を用いた建築物等にかかる解体工事、またはその施工に特定建設資材を使用する新築工事らであって、その規模が建設工事の規模に関する基準以上であれば、特定建設資材廃棄物の発生量が、わずかでも対象建設工事となりますのでよろしくお願いします。 最後に、三重県の建設リサイクル法に関するホームページの紹介となります。建設リサイクル法の届出等の様式や窓口については、技術管理課のホームページを、届出に係る内容については、建築開発課のホームページを、解体工事業の登録等については、建設業課のホームページをそれぞれご覧ください。これで、建設リサイクル法についての説明を終わります。